にはかわいそうだけど、お仕事パパッと片付けた。武田騎馬隊に加え、伊達の鉄砲隊か。医療の戦いよりも手強い相手だな。敵が手強いなら味方を増やせばいい。若、まずはトヨトミ軍と合流しようよ。操られた連中、なんちゅう強さじゃ。とても人間とは思えんわ。 攻め立て、一気に突き崩すのじゃ。闇って楽しそうだよね。すべて倒す。こりゃまずい流れじゃな。なんとか立て直したいが。 清盛様のために死ぬ気で。おっと、やべ、戻れ戻れ。いい戦ぶりだ。 通行止めだぜ。どっから来たお前ら。で、歓迎してやるよ。 術を強化しとるようでな。操られとるやつらが人間離れして強い。じゃあね、まずは悟空を倒したい。手伝ってもらえると助かる。お、俺と遊びたいのか。いいぜ、ほらよ。大盤振る舞いだ。楽しんでってくれよ。内村様は、まだ術が操られていることを何とかして助けないと。 敵も慌てましょう。やるじゃねえのよ。今日のところは退散してやるぜ。よし、悟空は追っ払ったな。これで術が解けりゃええが。本当に片付けない。 Ha ha ha!
はい。芝将殿の指示により、呪神から参った。いざ共に戦わん。ああ、すでに呪神の奪還はなったか。我らも力戦せねばな。この後必ず報じましょうぞ。終着至極に存ずる。 本当に心配をかけたようだな。 操られていた間は体調がとても良く、とはいえ こんな体験は二度とごめん被りたい。オロチの気配が世界を包んでおれ。近くやつより大きくなって帰ってこよう。わしは清盛と共にオロチを待つ。完全に危険人物ですな。ここで消えてもらった方がいいんじゃない。あなたが何を信じようと構わない。でも私たちの邪魔をするならここで倒す。 救援ありがとうございます。試してあげるわ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 。試